来ていらっしゃるし、役者さんとしてもすごくね。いや、違いますよ。違いますよ。ここでそうですって言ったらどうなるんですか。わあ、嬉しい、ありがとうございます。でも本当にすごく体格がしっかりしてて、顔もねすっごくイケメンさんでいらして、役者さんとしてずっとね、私も画面などで拝見してましたので、今夜は歌手竹内力さんとしてスタジオお越しいただいてるんですよね。はい、はい、一応、はい、お歌は昔からお好きですか。まあそうですね、うん、バンド組んで、うん、楽器はできませんけど、うん、歌は歌って、はい、ね、やっぱり昔からそういう風に活動もなさってるから、なんでしょうね、ファッションとかもすごいかっこいいですもんね。そうですね、適当に作ってるだけです。今日はね、あの演じ系って言ったらいいのかな、細かいチェックの ね、ちょっとね、うん、ジャケットでそっち系の色かなっていうのがあって、うん、あ、なるほど、歌に合わせて。 でもインナーのシャツが薄いピンクだったりするところが、インナーがインナーって感じでしょ。内容はないよって感じでしょ。なんだろう、今すごく私あのスーッと体が軽くなりました。アルバイトはあのアルバイトないバイトとかすごいダジャレが連発なってますが、そう、でもね、でもね、こうやって今すごい笑わせてくださってるんですけど、歌の方がねすごくもうなんかあの一耳聞き始めただけでぐーっと歌の中に引き込まれちゃうような、すごい素敵なお歌なんですよね。自分であの制作会社やってましてね、あの去年のあの松山健一君主演の将棋の映画の、はい、サトシの青春、はい、制作したりとかしてて、で、まあ、自分の、まあ、あの主演作も撮ろうと思って、はい、コースを乗ってた時に、うん、ちょうどあの飲み屋で、有線で流れてきたのがこの声付きなんですよ。で、まあ、自分知らなかったんで、これをちょっと調べてですね、うん、誰を歌ってるのかとか、あの部分ですね、聞き逃してる部分を、そしたらまあその構想練ってたその作品にぴったりハマったんですよね。ビビッときたもんですよね、まず聞いた時に。でそれであの和田純平さんというアーティストがやってると、はい、これカバーできねえかなと、何でいろいろバーバー調べ